ドナルド・ウッズは南アフリカ共和国のジャーナリスト、イギリス系白人、トランス海出身、ケープタウン大学卒業後新聞記者となり、1965年からイーストロンドンでデイリーディスパッチの編集長を務め、アパルトヘイトに批判的な論人を張る。その過程で黒人の反アパルトヘイト活動家のスティーブ・ビコと知り合い、信仰を深めるが、 1977年に、ビコが逮捕されその後獄死、ウッズ自身も軟禁された。同年末、祭主と共に、レソト経由で、ロンドンに亡命。翌1978年に、ビコとの交流を描いた著書、ビコをアパルトヘイトとの限りなき戦いを発表。これともう一つの著書、トラブルを求めてを原作に1987年に、映画、遠い夜明けが制作され、 ウッズは、妻ウェンディと共に制作顧問を務めた。映画では、ケビン・クラインがウッズを、デンゼル・ワシントンが美行を演じた。アパルトヘイト撤廃後の1994年、古国南アフリカに一時帰国。その後は、イギリスと南アフリカを行き来しながら若いジャーナリストの養成に尽力した。2001年8月19日、ガンヌ・タメロンドンで死去。67歳ボー ありがとうございます。